サインはしました。仕事じゃないですか。え、仕事だよ、当たり前じゃん。お願いします。いやいや、まあね、あの今年はとても悔しいシーズンだったとは思うんですけど、まあ振り返ってみて来年に向けてどういうふうに考えてるかっていうのを、うん、やっぱりすごく悔しいシーズンだったんですけども、うん、まあこの、今年の経験の中で、まあ、2軍でやっぱり、一緒にもう一から、まあ、2軍の監督コーチと、土台をもう一回作り直すことができたので、まあ、これが、まあ、この経験を無駄にしないように来年こうより一層活躍して、そういう恩を返したいなと思います。まあね、実際終わりがね近づいてきてると多分自分でも思ってると思うし、で、まあ、ただね、でも一緒にやってきた仲間としてはこのままで終わってほしくないっていう、まあ、気持ちがあるんで、はい、それもぜひやってもらわなきゃ、そうですね、うん、いけないと僕は思ってますけど、はいはい、まあ、終わりは、まあ、自分では決めれないですけども、うん、まだまだ、体も元気ですし、うん、やれる自信も全然あるので、そうそう、まだまだやってもらわなきゃ、はい、でもまあね、確実にさ折り返しはしてるわけじゃん、絶対に、はいはい、うん、で、まあそのただこのまま終わるわけにいかないでしょ、だって、はい、そうですね、うん、だそれはもうね、もう一花、はい、二花、はい、やってもらえないと、はい、ありがとうございます、ね、そういう気持ちですよ、こっちとしては、はい、で俺も、はい、うん、5花ぐらい、やっぱ探したいんで、ね、欲張りだね、本当、お前、いや、でも本当に欲張りですけど、うん、いやでもね、それではそんぐらいやってもらえないと困るよ、まあ、このままでやっぱり終わりたくないんで、うん、まあ、そりゃそうだ、本当に、うん、まあ、あとはもう一回信頼を、うん、勝ち取れるように、やっぱりアピールしないといけないんで、まあ、そこはもう本当に全力で頑張りたいなと思います、うん、いやもうね、悔しいのはね、本人だと思うから、そこはもう頑張ってください。はい、いやもうそれはね、はい、こっちは期待しますからね。ありがとうございます。期待してるからね、皆さんの期待に応えます、うん、頑張ります。そりゃそうよ、はい、期待してんだから、はい、うん、まあ、みんなに期待してるって言ってるけど、はい、いやそれはまあ、ね、みんなに言ってますよ、それは、うん、みんなに言ってるけど、はい、でもやっぱ ね、いやでも本当チーム全員がやっぱり、ね、頑張って、うん、やっぱりやらないと、うん、やっぱ絶対上に行けないんで、でもその中でもね、はい、君はあれだじゃん、はい、一緒にやってましたね、うん、はい、6回横で、はい、ね、あ、バカなことやってたんだからそうですね、うん、やっぱそのあの頃が懐かしいしね、はい、うん、やっぱりそうやって、うん、ね、長くこうやって長くやらせてもらって、うん、まだこうチャンスがあるわけなので、うん、まあ、そうそう、1年でも長く、うん、まあ、やっぱ頑張って、うん、いや本当ね、しがみついてでもね、はい、やってほしいなと思います。はい、まあ、僕は辞めた人間だからね、やっぱり泥臭くても頑張ろうと思います。頑張ってください、はい、期待しますからね、はい、ありがとうございます。違う意味で期待しますから、いろんな意味で。どういう意味だ、え、どういう意味じゃ、だからそう、友達としてだ、あ、友達、あ、ありがとうございます、うん、もう嬉しいです、めちゃくちゃ嬉しいです。一、ね、球団職員じゃなくて一友達として期待しますってことです、はいはい、めちゃくちゃ嬉しいね、いい、はい、めちゃくちゃ嬉しいです、頑張ってください、頑張ります、はい、ありがとうございます、以上、はい、ありがとうございます。メリークリスマスって言って、メリークリスマス、面白くないね、やっぱり。なんでメリークリスマスなんて言えばいいですか。いや、いいんだよ、いいんだよ、皆さん、いいんだよ、それでいいんだよ、僕は無理です。